山本太郎君令和新選組山本太郎です、えー、資料の1発災後総理のご発言ですコミュニティを守るこの言葉に嘘はないですよね岸田内閣総理大臣はいもちろん嘘はありません重要なことだと思っております山本君資料2 災害時に生活、住宅再建のために国からお金が支給される制度は被害に見合う金額ではなく、正直、被災者からの評判はよくありません。今回、これまでの仕組みにプラスして、新しい保障を加えたのが岸田総理です。能登半島地震後、追加で最大300万円の交付金を創設してくださいました。総理、日本で初めて上乗せを行った、これ初めてなんですね。そのの理由っていうのは コミュニティを守ると、これ、宣言されたこととも関係するんでしょうか、イエスかノーかでお答えください。岸田内閣総理大臣。はい、あの、えっ、ー、と、結論から言うと、コミュニティを守るために重要な取り組みだと思います。高齢化率が著し,い高い高著しく高い。 半島という地理的な制約があるこの中でコミュニティの再生に向けて乗り越える課題がある地域であるからしてこういった支援を考えました山本君ただいまの新しい上乗せについては一度横に置きたいと思います基本の制度ってどういうものがあるのか資料の三四まず被害を六つに分類全壊大規模犯害中規模犯害半壊 純半壊一部損全壊前回ということならば、最大で300万円、でも全壊したみんなが300万もらえるわけじゃない、家を建て直すなら最大で300万円、補修だけなら200万、賃貸に移るなら150万、資料5、6、大規模半壊、中規模半壊となるにつれて、金額はさらに少なくなります、さらに半壊、準半壊、一部損壊。 住宅再建のための支援金は一切出ません。でも、災害救助法から応急修理費用は出る。トイレ、お風呂など、必要最小限度の修理費用として、半壊で最大70万6千円、準半壊34万3千円、ただし、一部損壊では1円も出ない。資料7、支援が薄い、または1円もない、そんな声が報道にもあります。例えば半壊柱は傾いたまま 調査で、半壊だから進める、そう言われても、担当者は家の中までしっかり確認していない、いっそ、全壊していた方が諦めがついたかも、資料8、9、準、半壊。潰れた方がマし、公的支援を受けたい、空が見える、もう建てられない、資料10、11、一部損壊、自宅の地盤が沈下しても一部損壊、街がゴー,ゴーストタウン化する。 家が傾いたまま生活するしかないのか、被害の状態と現行制度の支援は全くつり合っていません、資料12、内閣府、今回災害救助法を適用された自治体の数は。数だけで内閣府、高橋賢治、えー、政策統括官。お答えいたします。 今回の地震では新潟県富山県石川県及び福井県の4県47市町村に災害救助法が適用されております山本君冒頭紹介した新しい上乗せ最大300万円ですけれどももらえる人能登半島の六市町に限定されます他にも最大300万円もらえるのは能登半島の六市町に限定された上で被害が 半壊以上だった世帯と限定されているこれまで支援が薄かった半壊未満や一部損壊には何ら関係のない上乗せ支援なんですあまりにも国からの支援が薄く奥能登以外でもコミュニティを守れないそんな危機に陥っている地域がたくさんあります石川県でも内灘、白衣など新潟県でも富山県でも福井県でも富山市内でも生活再建が厳しい被災者がいます資料1314 昨日3月12日富山市東蓮町にお邪魔をいたしました能登地震で260世帯のうち70世帯ほどが家が傾くなどの被害がありすでに11世帯が地区を離れたといいます実際の被害と被害の評価が釣り合わない人が大勢いるそのことにコミュニティ崩壊の危機感を持った住民が東蓮町地震被災者の会を発足資料15 発災後すぐの写真を見ると辺りが液状化大量の水が発生発災翌日には土の袋1000個分の泥を住民でかき出し現在は外から見て大きなダメージがあるようには見えませんしかしよく見てみると地面に大きな亀裂が入っていたり少し傾いている家などもあります自宅が全壊と評価された男性の家に行くと建物はしっかり立ってるんです資料17しかし家に入ると全く違う 外から分かりづらかった傾きを体で感じることとなりました野球ボールをお借りして床に置いてみると勝手に転がる転がるよく知られるのは床にビー玉を置いて転がり出すのが約0.6度の傾き個人差はあるものの0.7度の傾きを境に健康被害の訴える人が増えるとも言われます初めて傾いた家にお邪魔した私は最後には気持ち悪くなりそうだったので外に出ることにしました 家主の男性は家を解体してもう一度家を建てるかって言われると難しいよね土地の改良家を建て直すと3000万円は超える国からの支援を考えても全くお金が足りない今は家族と公営住宅に避難してる不安だよね将来の見通しなくなった資料18町内の地図と被害状況少し前のもので完全版ではないそうです 住宅地図のピンク色は全壊黄色が一部損壊です被害区分が低い一部損壊その世帯数がすごく多いんですねこの一部損壊でも住める状況ではないと言います自立した息子が近所に住んでいるという一人暮らしの女性外から見た感じ問題のない一軒家なんですよ資料20中に入ると先ほどと同じようにバランス感覚がおかしくなるんですゴルフボール床に置かしてもらうと転がる 転がる家主の女性は最初は我慢して暮らしてたと言いますでも傾いた家に長時間いたら健康に影響ありそうだから賃貸に移った親から受け継いだ家だし年金で細々暮らしていく老後をイメージしてきたけどそれもダメになった一部損壊だったら1円も出ませんよねって私が言うとお見舞い金で国から2万円と市から1万円はもらったと言います行政が調査に来ても 家の中には入ってこない家の外側の傾きを見て被害を決めてる判定の仕方がおかしいそうおっしゃってました他にも親子2世代で暮らす男性一部損壊だけど家は7センチ傾いていると寝るときは高い方を頭にしないと翌朝気持ち悪くなってふらふらする家の傾きを直すのに見積もりだけで4500万場合によってはもっとすると言われているそうです被害者の会の会方々にに最後に コミュニティは維持できそうですかそう聞くとこの辺りはねみんな顔見知りで公民館でカラオケやったりとか地域で若い人が高齢者集めて体操をやったりとかしてきた今ここで暮らしてきた人の生活が一変してしまってる避難してるけど今までのコミュニティと離れていつも話をしてる相手もいなくなって生活のリズムがおかしくなった80代の知り合いのご夫婦は人里離れたところに避難してて昨日訪ねてみたんだけど 2人アパートでひっそり、奥さんはテレビ、旦那さんは横になり続けて、交流もできなくなってる、国に何を望みますか、被害者の会の皆さんに、被災者の会の皆さんにお尋ねすると、能登六市町に限定した300万、これ300万ではなくて、限定ではなくて、今回被災した地域にも広げていただきたいと、住宅再建するとかしないとか、そういうのじゃなくて、被災者側が使いたいときに、 使いたいたことに使える資金としてほしいと、最大ではなくて、満額をいただけないかと、一部損壊だけど、家には住めないって人がたくさんいて、このままじゃこの地域は崩壊してしまう、そうおっしゃいました、総理もお分かりのことと思いますけれども、追加の300万円、災害救助法適用の全世帯、被災者の裁量で使える生活再建に向けた当面の軍資金として、 一律支給していただきたいんです、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣まずあの、被災地の方々のそういった声については、政府としてもこれ、真剣に受け止めなければならないと思います。まず、新しい公金制度については、これ、ぐらいから説明しておりますように、対象地域以外の部分についても、県のこの支援制度、 これをまあ合わせてこのおこ取り組みを進めることによってできるだけ幅広い方々に対しての支援を行うまあこういった取り組みを進めてまいります。そして基本的に他のさまざまなま住宅支援制度等においても。 えー、この対,対応をできるだけ柔軟化し、より幅,幅広い方々に対する支援が行き届くよう、えー、努力をしていくこと、えー、これも重要な視点であると思います。えー、このま調査につきましても、まあ、迅速に調査を行う、これは重要なことでありますが、これ、申請があった場合、被災者から申請があった場合、詳細に調査するなど、 被災者に寄り添った対応、これも重要なことでありますし、住宅支援、さらには液状化被害についてもご指摘がありました、こうした液状化についても、この住宅を解体せざるを得ない場合には、前回と同様、最大300万円の被災者生活再建支援金を支給していること、あるいはこの被害損害割合10%、 じゃあ、順半壊においても、えー、災害救助法の応急修理制度を活用いただくなど、まあ、柔軟な運用を進めてまいります、こういった形でできるだけ幅広い支援を行うことが重要であると考えております山本君、丁寧にご説明いただいたと、そう受け取りたいと思います。1分近く、1分以上、えー、答えを返すっていうのはちょっとないと思うんですよ。 政府側が準備しているさまざまな施策というのは、もう存じ上げてます、そこでは現在、救われない人たちが大勢いるというのが今回の災害なんですね、そこに対して、小幅ではなくて、大胆にやっていくということをやらないと、これ、コミュニティ守れないんですよ、だって、被災して何もかも失った状態の人々もいるわけですねで、家が住めない状態の人たちもいます、もちろん奥の戸の被害が大きかったということは、もうこれはみんなが知ってること。 もちろんそれ以外の人たちも、奥のとほどひどい状態ではないけれども、今、大変で生活が再建するのは非常に難しいって人々、いっぱいいます、家も住めない、仕事も不安定、ありがねが目減りする、これじゃ地元にとどまることさえ難しくなっちゃうんですよ、最後に、検討するだけでもしていただけないですか、いかがでしょう、最後に検討だけでもしてくださいよ、何も考えないはさすがにない、検討だけでもしていただきたい、いかががでしょう時間が参っておりますいかがでしょう。 これで以上で山本太郎君の質疑は終了いたしましたこれにて外交安全保障等を含む内外の諸課題に関する集中審議は終了いたしました本日はこれにて散会いたします